5000円です。容器で5000円なんで相当安いです。はい、うん、うまっ。350g 以上あるので 1.23kg、1.23kg あっての5000円です、すごく安いです。安いけど、はい、めっちゃ安い。700円、すごい、こんなに鮭って大きいんだ。この刺身も1500円でいいから、この1300円、この中落ちも1000円でよ。これ1000円で、1000円で、うん、1000円で、うん、残ったら残りを切って
キンペーパーでくるみます。ラップで密封します。チルド室とかあるじゃないですか。ああいうとこ入れても1日とかでも食べれるから、不安だったらそれでも半額だから、せっかくだからこの辺とか全然冷凍でもできるし。じゃあ一つ買う。中トロはこの辺かな。これ、はい。じゃあこれ2000円で3500円で。はい。はい。向き具合がいいじゃん。2000円。さあ、ゆりは決断するのか、買わないのか。これもうすぐ、なんか鍋とかに入れちゃう。食べれます。あの、剥いてあるから、カットしてあるよ。そのまんま簡単に。これ、はい、じゃあこちら2000でいいです。ありがとうございます。はい。二個目ないんですよ。二個目ないんですよ。そこに醤油あるんで、はい、お願いします。あ、どれでもいいですか。あ、好きなの選んでください。体だけ返してもらえればいいです。お願いします。お願いします。めちゃでかいよね。携帯これぐらいだよ。13ミニだけど。ね、カニ。割引してくれて2000円。ブリー。これも割引で1500円やったよね。うん。刺身用本マグロ4000円がなんと？いくら？半額やったよね。うん。2000円。いいものを手に入れた。
ここグラスガーデン、ここグラスガーデン、グラスハウス、ここにあのアイスチューリップが飾られてるって。行ってみよう。セコイア並木超枯れてる。お、二人乗り自転車じゃん。お、いいじゃん。これ勝手に借りていいんだったら借りたい。違うだろうな。あ、楽しそうね、サイクリング。コースが決まってんだね。うん、ユリが乗ったらタイヤがパンクしちゃう。しません。あ、やっと着いた。グラスハウス。長かった。早い。早く。芋のデザート食べたくて先に歩いてってる。絶対アイスチューリップより興味あるやつだ。芋食べたいけど、ちょっと先にアイスチューリップを。芋のことしか頭ない。おー、綺麗。わー、綺麗。さあ、これがアイスチューリップです。本当は4月とかがチューリップ見どころなのに、この12月の下旬見どころというチューリップ。茨城いちご抹茶ラテと干し芋ドーナツ。冷た、冷た、冷たい、ひんやりしている。あ、本当だ。ね。美味しそう。スイートポテトチーズケーキと茨城フルーツの紅茶みかんリンゴ。そんなに抹茶感ないけど。抹茶感ないの。あ、なんか甘さがあって紅茶なのに美味しい。あの砂糖の甘さじゃなくて自然の甘さ。ドーナツもカリカリ。カリカリ？うん。スイートポテトとチーズケーキ。このまんまだね。うん。これで公園を一周できます。
かわいい。あ、見てかわいい。テニス部おかしい、テニス部どうした？テニス部どうしました？ちょっとなんかラケットがちょっとおかしかったかな。ラケットのせい、ラケットのせいかな。あ、そうおかしいな。ラケットのせいか、まあ、それしょうがないね。今から最後18モトロをゲットします。あ、奥引っかかるの？ちょっと、お、あ、あ、いけるか、いけるのか、あと2回。スーパーに買い出し行くのにセイコーマート立ち寄る。いや、ここは来ないとでしょ。しかも同じお店前と同じ店が本当や。超嬉しいんだけど。よし、
人気やん。超人気やん。ね。キムタク超人気やんみたいな。干し芋がいっぱい干してある。干し芋屋さんだからね。使うのでちょっと水出してね、水漏れとかがないか確認します。あ、出た。匂い消しにこれ入れます。水漏れもしたないです。うん、ちょっといいやろ。はい、ちょっとよし、ご飯作ろう。作ろう。じゃあ刺身切ります。本当若干シャリシャリ言ってる。ちょっと凍ってるね。うん、さすが冷蔵庫すごいね。すごい。忘れたからね。新メンバーのエコフローです、はい、使って IH を使いましょう。こうしようか。で、これを押すと、うん、ほら、ピーツたの電源入ったっぽくない？入ったっぽい。あ、なんか落としてる。あ、怖い。あ、入った入った。ね。うん、来た来た。よし。あ、怖いって。何が？え？今から豚汁を作ります。早くない？もうジュージュー言ってる。今お肉焼いてるけど570ワットだって。そう
士山が500ワットぐらいなんだ。じゃあね、ちょっと用意してみる。はい、4なると、おお、770。あ、でもいい感じになってんじゃん、蒸らしたら。うんうん、私、北海道のメロンサワーセイコーマートで買ったやつ。これもセイコーマートのビール。なんかこれ、札幌って書いてあるんだよね。セイコーフレッシュフーズ。セイコーマートのビールかなと思って買ってみた。乾杯。乾杯。あー、飲みやすい。マグロとご飯めっちゃうま。ほんと、うん、合うね。そりゃそうか。できました、豚汁。おいしいのができました。もう 75% 残り。この布団厚みがあるからいいね、あったかくてねえ。布団ファクトリーさんのね、めちゃくちゃ寝心地いい。車の中で家で寝てるみたいだしね。うん、この寝袋の上に毛布ね、ヒートテックの毛布だからね。まあ言ってもそこまでマイナスとかじゃないけどね。全然、室内も18度で快適だし。エフェフィーターつけとったけんね。ここの後ろ、リア側のところの棚のところにライトをつけました。ここ結構暗いので夜で、これ出てついてるかっていうと、ここにモバイルバッテリーを入れて、あ、この網もちなみにつけてました。でモバイルバッテリーから電源を取ってライトで、これが人のセンサーでこう消えたりついたりします。でこれをずっとこうやってしとくとライトがちっちゃくなっていったりするので便利です。